さあやっていきましょう。バージョン 2.50 三国志大戦後付け実況やっていこうと思います。こちらは、新しく加工位を入れたデッキ、相手は新桃園ですね。旧作の新桃園と違い、劉備関羽張飛、この関羽と張飛どちらかがいれば、全員が対象になる仕様に変わってますね。さて相手は開幕2で分けてきて、こちらは、中央にまとまる形。こちらちょっと右側、こちらから見て左側がちょっと空いてしまったので、関羽が走っていかれてしまうのがちょっとこれ内乱が心配というところ。ちょっとここは加工位が、乱戦が義援を超えてしまって、これ突撃2発もらっちゃいますね。相手の突撃がうまい。速度速速速という超運の個体を生かしきってますね。ここちょっと最短で突撃もらってしまったのはダメですね。ここはなんとか狙える角度なんで狙っていって、迎撃取れて、この迎撃の取り方なんですけど、槍が一瞬でも出てればいいんで、あの舞台と舞台との離れる一瞬で刺すみたいな感じですね。一応超運取れたので最低限内乱だけで済みそう。とはいえこちら副系あるデッキなんで、内乱入っちゃうのはちょっともったいないなという感じ。お、これ相手の義援に宗衛で当てれれば撤退させれそう。宗匠の弓ダメも入って義援が撤退、義援と宗匠が同時に撤退したので、お互いにまあインターバルを得る感じですかね。このインターバルの際にこちらは前にある方の柵をちょっとでも削っておければという感じですね。で、加工位とテイクで、ちょっとずつ、ただ加工位が削れてしまうと相手にラインを上げられてしまうので、加工位をあまり削られないようにラインを上げていきたい。で、ここも先ほどと同じように、槍の穂先が離れた一瞬で迎撃、さらに、満潮で振り向いて義援を迎撃、これによって内乱はほぼ確定しそう。ここはもう、内乱は取れそうなんでテイクは温存で、今超運が出てくる瞬間に突撃入れたのは相手の槍兵の帰ったタイミング的に、出てくるのは騎兵という風に予想できるためですね。でここで右3部隊に牛歩の計、1部隊でも取れれば相手の次の攻めを防げるので、1部隊まず義援から取っていって、で、宗匠のと、宗衛の弓で、ちょっとずつ削りながら内乱一発で、相手の速度が下がっているうちに弓ダメで帰らせて、加工位の工場が一発、満潮の工場も劉備の騎乗タイミング的に入りそうかなという感じ。満潮でももう一発、でこちら趙雲にまだ連環が続いていたので、一度加工位でプレッシャーをかけて、帰ってきたテイク、兵力が余裕のある宗匠、宗衛の3部隊で内乱を取っていきましょう。でここで相手の士気は溢れているので、できることなら桃園打ちたいはず。で、ここもあれですね、今流行りのというか、まあ、もう今となっては割とみんな知ってるような、槍をヒュンヒュンさせちゃうと衝撃になっちゃって、衝撃で相手のオーラが止まってしまう、それを防ぐためのヒュンヒュンさせない方の迎撃の取り方ですね。で相手は、義兄弟の結束。さてここでこちらは奥義義軍の大攻勢に、砲撃で知略をつけて、さらに HK 略の威力を上げていこうという感じ。義軍の大攻勢、増援も予想していたように噛み合っていくというところで、こちら H の新速攻、 H コンロ点火、 Hチチチチチチというところで、まず超運に突撃、1部隊に集中して殴れているので、他の3部隊への増援効果が落ちる形になってくれる。これ1部隊集中攻撃するののいいところですね。
で、こちら将軍を守りに行った義援に加工技で突撃で、趙雲と義援が2部隊ごとまとめてここは乱戦でいけそうというところで義援を撤退させて全部隊撤退。いやー加工技が強い。式読んでこの効果。ここでまず刹那がお礼が切れて、でここで義軍の大攻勢が切れて武力15というとことは、上がっているのは武力プラス8ですね。さらに突撃勝機もついているので、突撃ダメージも若干上がっていたのであれだけダメージが取れたという感じですね。ただ相手の趙雲は復活持ち、これギリギリ間に合いそうですね。なので、10カウント撤退から数えたタイミングで満潮と総栄を下げていきます。趙雲が帰ってきましたね。ここは相手のオーラスのカウンターを防ぐために満潮を構えておいて、3部隊で連貫で、これは内乱を取りに行けば相手はもう止めに行かざるを得ないので、内乱を取りに行けば相手が内乱を止めるのに、自陣に部隊を構えることになるので、そのまんま時間が切れて、時間が切れるか内乱もしくは工場どれかが入って勝ちかなという感じでしょうか。で、こちらは総栄の一発もしくは内乱どちらでもいいという形を取りに行って総栄の一発が入って落城。ではありがとうございました。コンバージョンもよろしくお願いします。それではお疲れ様です。切り開こう。水産
俺は出る。この王の座にいつか堂々と座れるように。